いくつかの典型的な ERP モジュールを示す図エンタープライズリソースプランニングとは企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し経営の効率化を図るための手法概念のこと多くの場合リアルタイムでソフトウェアとテクノロジーによって仲介される企業資源計画ソフトウェアを ERP パッケージと呼ぶ ERP は通常、組織が多くの企業活動からのデータを収集、保存、管理、及び解釈するために使用するビジネス管理ソフトウェアに分類される。ERP はデータベース管理システムによって維持される共通データベースを使用してコアビジネスプロセスの統合された継続的に更新されるビューを提供します。ERP システムは事業資源と ビジネスコミットメントのステータスを追跡します。システムを構成するアプリケーションは、データを提供する、様々な部門間でデータを共有する。ERP は、すべてのビジネス機能間の情報の流れを促進し、外部の利害関係者への接続を管理する。エンタープライズシステムソフトウェアは、様々なビジネス機能をサポートするコンポーネントを製造する。 数十億ドル規模の業界である。IT 投資は2011年の時点で米国を拠点とする企業における資本支出の最大のカテゴリーの一つになっている。初期の ERP システムは大企業に焦点を合わせていたが中小企業はますます ERP システムを使用している。ERP システムは 様々な組織システムを統合し、エラーのないトランザクションと生産を促進することで、組織の効率を高めます。ただし、ERP システムの開発は、従来のシステム開発とは異なる。ERP システムは、様々なコンピューターハードウェア及びネットワーク構成で、実行され、通常はデータベースを情報リポジトリとして使用する。1990年代に、 ERP という当事語を最初に使用したのはガートナーである。ERP は資材所要領計画から派生した言葉であった。ERP は MRP の機能と後発の製造資源計画及びコンピューター、統合生産の機能を統合した。その後、製造の範疇にとどまらない様々なアプリケーション及び機能の拡張を続けたが、 ERP という名称はその後そのまま使われ続け、当初よりも大きな概念を表すようになっていった。ERP システムは製造に関するパッケージから発展したが、各ベンダーが財務、会計、保守、人事などに向けた機能を次々と追加していった結果、1990年代半ばまでに非常に広範囲のコアエンタープライズ機能に対応することと、 なった。この頃から各国の行政機関や非営利団体でも ERP システムを使い始める例が増えた。ERP システムは1990年代に急速な成長を遂げた。2000年問題によって同時期に各企業が古いシステムの刷新を迫られ、その選択肢の一つであった ERP は多くの企業で採用されることとなった。 当初、ERP システムは、顧客や、一般の人々に直接影響を与えない、バックオフィス機能の自動化に重点を置いていたが、インターネットの普及に伴い、ビジネスにおける、システムの役割が変化するとともに、顧客と直接やり取りする、顧客関係管理などのフロントオフィス機能、または、電子商取引、電子政府、電子テレコム、電子金融などの良い,い、ビジネスシステム、 またはサプライヤー関係管理などの機能も追加されていった。2000年には、ガートナーパブリケーションズによる記事、アーピスデッド、ロングライブルペにおいて ERP2 という言葉が登場し、従業員とパートナーに ERP システムへのリアルタイムアクセスを提供するウェブベースのソフトウェアについて説明している。ERP2 の役割は、 従来の ERP リソースの最適化とトランザクション処理を拡張すること、単に売買などを管理するのではなく、管理下にあるリソースの情報を活用して、企業間のやり取りを促進することである。また、ERP2 は第一世代の ERP よりも柔軟性があり、ERP システムの機能を組織内に限定するのではなく、企業の壁を越えて、 他のシステムと接するものである。ERP2 システムは通常様々な良、e、いビジネステクノロジーを使用してサプライチェーン管理、顧客関係管理、ビジネスパートナー組織間のビジネスインテリジェンスなどの共同イニシアチブを可能にするために使用される。開発者は現在モバイルデバイスを ERP システムと統合するためにより多くの努力を払っている。 ERP ベンダーは他のビジネスアプリケーションとともに ERP をこれらのデバイスに拡張している。最新の ERP の技術的な利害関係はハードウェア、アプリケーション、ネットワーキング、サプライチェーンなどの統合に関係している。ERP は現在、意思決定、利害関係者の関係、標準化、透明性、グローバリゼーションなど、 より多くの機能と役割をカバーしている。ERP システムには通常、次の特性がある。ERP システムは、次の一般的な機能領域をカバーしている。多くの ERP システムでは、これらは ERP モジュールとして呼び出され、グループ化される。政府のリソースプランニングは、公共部門の ERP 及び、政府機関の統合オフィスオートメーションシステムに、 相当する。ソフトウェア構造、モジュール化、コア,アルゴリズム、及びメインインターフェースは他の ERP と同じであり、ERP ソフトウェアサプライヤーはシステムを政府機関に適合させることができる。民間組織と公的組織の両方のシステム実装は、組織の生産性と全体的なビジネスパフォーマンスを向上させるために採用されているが、実装の比較は、 公共部門での ERP 実装の成功に影響を与える主な要因が文化的であることを示している。ほとんどの ERP システムにはベストプラクティスが組み込まれている。これはソフトウェアが各ビジネスプロセスを実行するための最も効果的な方法のベンダーの解釈を反映していることを意味する。システムは 顧客がこれらの観光をどれだけ便利に変更できるかによって異なる。さらに、ベストプラクティスにより、他のソフトウェア実装と比較して、リスクが71%削減された。ベストプラクティスの使用により、IFRS, SOX4, バーゼル2のような要件への準拠を容易にする。また、電子送金などの事実上の業界標準への準拠にも役立つ。これは、 手順を ERP ソフトウェア内で簡単に体系化し、そのビジネス要件を共有する複数のビジネス間で自信を持って複製できるためである。ERP システムは様々な方法でリアルタイムデータとトランザクションデータに接続する。これらのシステムは通常、プロセス、機器、ベンダーソリューションに関する独自の知識をもたらすシステムインテグレーターによって構成される。 直接統合 ERP システムには製品提供の一部として接続性がある。これにはベンダーが顧客が操作するプラントフロア機器に対して特定のサポートを提供する必要がある。データベース統合 ERP システムはデータベース内のステージングテーブルを介してプラントフロアのデータソースに接続する。プラントフロアシステムは 必要な情報をデータベースに保管する。ERP システムはテーブル内の情報を読み取ります。ステージングの利点は ERP ベンダーが危機器統合の複雑さを習得する必要がないことである。接続性はシステムインテグレーターの責任になる。エンタープライズアプライアンストランザクションモジュールこれらのデバイスは ERP システムでサポートされている方法を介して プラントフロア機器および ERP システムと直接通信する。ETAM はステージングテーブル、ウェブサービス、またはシステム固有のプログラムインターフェースを使用できる。ETAM には規制のソリューションであるという利点がある。カスタム統合ソリューション、多くのシステムインテグレーターがカスタムソリューションを提供している。これらのシステムは初期統合コストが 最も高くなる傾向があり、長期的なメンテナンスと信頼性のコストが高くなる可能性がある。注意深いシステムテストと徹底的な文書化により、長期的なコストを最小限に抑えることができる。カスタム統合ソリューションは通常、ワークステーション、またはサーバークラスのコンピューターで実行される。ERP の範囲は通常、 スタッフの作業プロセスと観光に大幅な変更を加えることを意味する。一般にこのような変更の実装を支援するために、コンサルティング、カスタマイズ、およびサポートの3種類のサービスを利用できる。実装時間はビジネスの規模、モジュールの数、カスタマイズ、プロセス変更の範囲、およびプロジェクトの所有権を取得する顧客の準備状況によって異なります。 モジュラー ERP システムは段階的に実装できる。大企業の一般的なプロジェクトには約14ヶ月かかり約150人のコンサルタントが必要である。小さなプロジェクトには数ヶ月かかる場合がある。多国籍及びその他の大規模な実装には数年かかる場合がある。カスタマイズにより実装時間が大幅に増加する可能性がある。 それに加えて、情報処理は、様々なビジネス機能に影響を与えます。例えば、ウォルマートのような一部の大企業は、ジャストインタイム在庫システムを使用している。これにより、在庫の保管が減り、配送効率が向上し、最新のデータが必要になります。2014年以前は、ウォルマートは IBM が開発した、インフォームというシステムを使用して、補充を管理していた。 ERP を実装するには通常既存のビジネスプロセスを変更する必要がある。実装を開始する前に必要なプロセス変更を十分に理解していないことがプロジェクトの失敗の主な理由である。困難はシステム、ビジネスプロセス、インフラストラクチャ、トレーニングまたは意欲の欠如に関連している可能性がある。したがって組織が ERP ソフトウェアを実装する前にビジネスプロセスを徹底的に分析することが重要である。分析によりプロセスの近代化の機会を特定できる。また、現在のプロセスと ERP システムによって提供されるプロセスとの整合性を評価することもできる。調査によるとビジネスプロセスの不一致のリスクは次の方法で減少する。 ERP の実装は、分散型組織では、プロセス、ビジネスルール、データセマンティクス、承認階層、意思決定センターが異なることが多いため、かなり困難である。これには、一部のビジネスユニットを、他のビジネスユニットよりも先にこうする、各ユニットに必要な変更を処理するための実装を、遅らせる、統合を減らす、または特定のニーズに合わせて、 システムをカスタマイズする必要がある。潜在的な欠点は、標準プロセスを採用すると、競争優位が失われる可能性があることである。これが起こっている間、ある領域での損失は、他の領域での利益によって相殺されることが多く、全体的な競争上の優位性を高める。ERP システムの構成は、主に、 組織がシステムを機能させる方法とシステムが機能するように設計された方法とのバランスを取ることである。ERP システムには通常システム操作を変更する多くの設定が含まれている。例えば、組織は使用する在庫会計のタイプを選択できる。地理的単位、製品ライン、または流通チャンネルごとに収益を認識するかどうか。 顧客の返品時に送料を支払うかどうか。2層の ERP ソフトウェアとハードウェアにより、企業は2つの ERP システムに相当するものを一度に実行できる。1つは企業レベルで、もう1つは部門、または子会社レベルである。例えば、製造会社は ERP システムを使用して独立したグローバル、または地域の流通、生産。 または販売センター、およびサービスプロバイダーを使用して、組織全体を管理し、主要な会社の顧客をサポートできる。各独立したセンター市会社は、独自のビジネスモデル、ワークフロー、およびビジネスプロセスを持っている場合がある。グローバリゼーションの現実を踏まえ、企業は、地域、部門、製品、または、製造戦略を最適化して、 戦略的目標をサポートし、市場投入までの時間を短縮すると同時に、収益性を高め、価値を提供する方法を継続的に評価する。2層 ERP により、地域の流通、生産、または販売センターとサービスプロバイダーは、独自の ERP システムを使用して、主要企業とは別の独自のビジネスモデルで運営を続ける。 これらの中小企業のプロセスとワークフローは主要企業のプロセスとワークフローに関連付けられていないため複数の場所でローカルビジネス要件に対応できる。企業による二層、ERP システムの採用に影響を与える要因は次の通りである。ERP システムは理論的には業界のベストプラクティスに基づいておりそのメーカーは組織がそれらを 現状のまま展開することを意図している。ERP ベンダーは、組織が、独自のビジネスルールを組み込むことができる、構成オプションを顧客に提供しているが、構成が完了した後でも、機能のギャップが残ることがよくある。ERP のお客様には、機能のギャップを調整するためのいくつかのオプションがあり、それぞれに長所と短所がある。技術的な解決策には、 提供されたソフトウェアの一部を書き直すこと、ERP システム内で機能するように自家製のモジュールを書くこと、または外部システムとのインターフェースが含まれる。これらの3つのオプションは様々な程度のシステムカスタマイズを構成する。最初のオプションは保守が最も新習的でコストがかかる。あるいは提供された ERP 機能セットによりよく一致するように ビジネス観光や組織のポリシーを変更するなどの非技術的なオプションがある。カスタマイズと構成の主な違いは次の通りである。カスタマイズの利点は次の通りである。カスタマイズの欠点には次のようなものがある。ERP システムは多くの場合ベンダー提供のインターフェースを介してサードパーティーのソフトウェアで拡張できる。拡張機能は 次のような機能を提供する。データ移行は既存のシステムから ERP システムにデータを移動、コピー、および再構築するプロセスである。移行は実装の成功に不可欠であり、重要な計画が必要である。残念ながら、移行は本番フェーズの前の最終アクティビティの一つであるため、十分な注意が払われないことがよくある。次の手順で、 移行計画を構成する。多くの場合、既存のシステムの一部のデータに互換性がないか、新しいシステムでは不要であるため、データの移行が不完全である。そのため、新しい ERP システムが導入されたら、既存のシステムをアーカイブデータベースとして保持して参照できるようにする必要がある。ERP の最も基本的な利点は、 無数のビジネスプロセスを統合することで時間と費用を節約できることである。管理者はより迅速により少ないエラーで意思決定を行うことができる。データは組織全体で表示されるようになる。この統合の恩恵を受けるタスクは次の通りである。ERP システムはビジネスデータを一元化する。ポストモダン ERP という用語は2013年に ガートナーによって作られ、紙シリーズ、プレディクッツ2014に最初に登場した。ガートナーのポストモダン ERP 戦略の定義によると、すべてのパーツが相互に大きく依存しているレガシーのモノリシックで、高度にカスタマイズされた ERP スイートは、遅かれ早かれ、クラウドベースとオンプレミスの両方のアプリケーションの混合物に置き換えられる必要がある。 これらはより粗結合であり必要に応じて簡単に交換できる。基本的な考え方は最も重要なビジネス機能をカバーするコア ERP ソリューションがまだ存在する必要がある一方で他の機能は単にコア ERP を拡張する専門のソフトウェアソリューションによってカバーされるということである。この概念はソフトウェア実行に対する いわゆる最善のアプローチに似ているが、混同してはいけない。どちらの場合も、全体を構成するアプリケーションは、比較的古く接続されており、非常に簡単に交換できるが、後者の場合、ERP ソリューションは全くない。代わりに、すべてのビジネス機能は個別のソフトウェアソリューションによって、カバーされる。ただし、どのビジネス機能を、コ ERP の一部にするか、 および何を補足ソリューションでカバーするかについての黄金率はない。ガートナーによるとすべての企業は企業の内部および外部のニーズ、運用およびプロセスに基づいて独自のポストモダン ERP 戦略を定義する必要がある。例えば企業は怖い ERP ソリューションがファイアウォールの背後に留まらなければならないビジネスプロセスをカバーする必要があると 定義しているため、コア e r p をオンプレミスのままにすることを選択する場合がある。また、企業がコア e ERP ソリューションをクラウドでホストし、補足ソリューションとして少数の ERP モジュールのみをオンプレミスで使う場合がある。ポストモダンの ERP 戦略を実装することで、企業が得る主な利点はビジネスプロセスや組織レベルでの予期しない変化に、 対応する際のスピードと柔軟性である。アプリケーションの大部分は接続が比較的緩いため必要な時にいつでも簡単に交換またはアップグレードできる。それに加えて上記の例に従って企業は ERP のニーズに最も適したクラウドベースのソリューションとオンプレミスソリューションを選択して組み合わせることができる。 ポストモダン ERP の欠点は企業が管理しなければならないソフトウェアベンダーの数が増えるだけでなく中央 IT に追加の統合の課題が生じる可能性が高いことである。ありがとうございます。